入管、難民申請者に管理措置を導入へ、準難民も。読売新聞によりますと、国外退去を拒否した外国人について、出入国在留管理庁が社会での生活を認める管理措置制度を導入する方針を固めたことが明らかになりました。また、母国が戦争中で帰国できない外国人について、準難民と認定し、 材料を認め保護する制度も新設する予定です。こちら出入国管理難民認定法度改正案を今年秋の臨時国会にも提出する方針とされておりますが、現在全国の入管施設において仮放免目的のハンガーストライキが発生してしまっており、今回の管理措置では、前回や逃亡の恐れがない 外国人についてて社会での生活を認めるとされております。ただ、日本に来る難民は、ほぼすべて99%以上が偽装難民であることが確認されており、管理対象の対象者はほぼいないんじゃないかと思われますが、今回の改正案の中では、こういった管理措置や準難民だけではなく、国外退去を義務付ける、 制度を創設し、従わない場合は、強制退去を違反罪としたり、また難民申請に例外を設け、悪用を防いだり、仮方面逃亡罪も申請する予定です。入管には現状日本において、難民はほとんど存在していないという事実がございますので、こういった日本の 難民保護制度を悪用する犯罪者が日本に殺到しないように、今後も厳しく対処し続けていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。